アルネイスは、イタリアのピエモンテ州原産の白ワイン用、ブドウ品種である。アルバの北西、ロエロの丘陵地で、最もよく見かけられ、保証付き統制原産地故障認定ワインのロエロ、DOCG や、統制原産地故障認定ワインのランゲ DOC の、白ワインなどに使用されている。ピエモンテ語で、いたずら好き、気まぐれを意味する、アルネイスは、 栽培がやや難しい品種とみなされているため、そのように呼ばれている。この品種のワインは、キレのある酸味と白い花のようなアロマを持っており、この地域では何、世紀にもわたって栽培されている。また、洋梨やアプリコットのニュアンスを持った、フルボディの辛口白ワインになる傾向がある。ピエモンテにおいて、アルネイスが、どのような名前でどれくらいの期間栽培されてきたのかについては、 ワインシアの間でも意見が割れている。アルネイスの語源の一つとして有力視されているピエモンテ方言のレネシという名称は15世紀の複数のブドウ品種に関する説明に登場する。歴史家の中には1432年の記録で鳥の県、キエーリ村近辺で栽培されていたとされるラナイシタネがアルネイスのことかもしれないと考える者も,もいる。クーネオ県、 カナーレ近辺では、レネーシウムという武道が1478年の記録に出てくる。アルネイスという名称が初めて用いられたのは、武道品種学者のジュゼッペディ・ロバゼンダ伯爵による1877年の記述においてであり、この品種はすでにピエモンテにしっかり定着していると評されている。いくつか共通の別名を持つにもかかわらず、 アルネイスとピエモンテの著名なワイン用黒葡萄品種であるネッピオーロとは遺伝子的な類縁関係は一切ない。ただし歴史的には両者は密接な関係にあった。何世紀にもわたり、バローロでは白葡萄であるアルネイスがネッピオーロの担任や硬さを和らげるのに用いられていたため、ネッピオーロビアンコやバローロビアンコといった別名が通用していた。地元では 伝統的にアルネイスを熱ピオーロとフィールドブレンドさせることがよく行われていた。これには蒸気の目的以外にも熟したアルネイスの果実の甘い香りで鳥を引きつけ、アルネイスより貴重な熱ピオーロの加房に近づけないという目的があった。20世紀に入ってバローロの生産者が熱ピオーロ100%のセパージュワインの生産に焦点を合わせ始めると、 アルネイスの栽培面積は減少の一途をたどり、消滅寸前にまで至った。1970年代を迎える頃には、アルネイスのワインを扱う生産者は、ブルーノジャコーザとビエッティの二つを残すのみとなっていた。1980年代には、ピエモンテ州の白ワインに対する関心が再燃し、植栽数が増加し始めた。1970年に45ヘクタールだった。 イタリア国内の栽培総面積は1990年には511ヘクタールまで増加し2010年時点で970ヘクタールとなっている。アルネイスの植栽のほとんどはピエモンテ州クーネオ県で見られロエロ DOCG やランゲディ OC のワインに使用される。アルネイスが見られるのは主にイタリアのピエモンテ州のワイン生産地域でありロエロ DOCG や ランゲ DOC などの白ワインに使用されている。DOCG 昇格以前のロエロ DOC では、熱碑ロシタイの赤ワインにアルネイスをブレンドすることが認められていたが、現行の DOCG 規定では認められていない。2004年には、これらに区域だけで約38,000ヘクトリットルのアルネイスの DOC 認定ワインが生産された。ピエモンテ以外では、イタリア国内では、 サルデーニャ州とリグーリア州でわずかに植栽が見られる程度である。アメリカ合衆国では、アルネイズはおおねカリフォルニア州のそのマぐと、オレゴン州のウィラメットバレーで見られる。21世紀に入ってからは、オーストラリアのタスマニア州、ビクトリア州、ニューサウスウェールズ州のワイン生産地域や、ニュージーランド北島のギズボーンなどでも、アルネイスの植栽が始まっている。 アルネイスと関わりの深い定番とされる香りのニュアンスの一つは熟したようなしである。アルネイスの花房は大きさが中程度からやや小さめで着方を持った円錐型をしている。下流は小粒でやや長円形をしており緑がかった黄色をしている。成熟期は早期から中期である。アルネイスは栽培が困難なブドウであり自然状態では酸が弱く。 収穫が9月よりも遅くなると過熟する傾向がある。さらに、このブドウはうどんこ病になりやすく、うどんこ病菌に対する耐性の高いアルネイスのクローンを選別する研究が始まっている。低収量になりがちでワインが酸化しやすいことから、アルネイスの人気は20世紀の前半から中ほどにかけて低下の位置をたどった。 正規後半にはこの品種に対する理解が深まり、ロエロ周辺の石灰質、砂質の土壌がアルネイスにもっとしっかりとした酸と骨格を与え、それに対し砂質、粘土質の土壌で栽培されるアルネイスのブドウは上品で独特な方向ごとにワイン生産者たちが気づくと再び人気を取り戻していった。歴史的にはアルネイスの役割は 熱碧オーロをまろやかにするというものだったが、現在では、セパージュワインの形でこの品種を見かけることの方が、一般的になっている。オーク材の容器で発酵、熟成の片方もしくは両方を行ったワインの方が、ボディは重口になり、オークを使わない方が、芳香、アロマは強くなる。アルネイスには、アーモンド、アプリコット、桃、用ナシ。 ホップのアロマを持った極めて香り高いワインを生み出す力がある。おそつまみのアルネイスでパシシートを作る生産者もいる。アルネイスは以下のような別名でも知られている。ビアンケッタビアンケッタダルバ、ビアンケッタディアルバ、ビアンケット、ビアンケットアルベーゼ、ビアンケットディアルバ、ビアンケットディベルゾーロ、ッーロネッピオーロビアンコ。ありがとうございます。